せーの、毎度みゆちゃいです。今日は皆様にちょっと相談がありまして、私、伊藤みゆ、整形するか悩んでおります。みなんかめっちゃ重大事みたいに話すねんけどさ、何の整形するかって言うたら、今結構 SNS とかでも流行ってるというか話題になってて、インスタやったりツイッターやったりで結構みんなも何回か目にしたことあるかなと思うねんけど、クマ取りの施術をしようか悩んでて、ちょっと寄るけど、目の下に色素沈着の何グマ、黒グマ、青グマ、赤グマがあんねんな。コンシーラーで隠してても結構こんだけはっきり分かっちゃうんやけど、すっぴんになるともっとわかんねんな。これが YouTube でもすっぴんからのメイク動画何個か上げてると思うんだけど、そのね、すっぴんの時見てもらったらすごいわかると思うんだけど、もうめちゃくちゃ疲れてます、寝不足です、すごいですみたいなクマがねここにおんねん。だからこの茶色のクマはずっと自分的にも気になっててんやん。で、今回クマ取りしましょうかって声かけていただいてんけど、ただそのクマ取りってさ、涙袋の下にあるここの脂肪が内側からこう筋肉で押し出されて、だいたいみんなここにさポコっていうクマがあって、それをこう取るためにやる人が多いと思うねんけど、みゆはそれがなくて、別にポコってしてるクマが、ただ色のクマだけやから、この色のクマもその施術で取れるんかなっていうのが一個気になってて、どうしようかなって思ってんやけど、 YouTube とかでめっちゃ検索してもやっぱりこのポコっていう脂肪を取るっていう動画はいっぱい上がってんねんけど、みゆみたいに色のクマだけで悩んでます、それから施術しましたっていう人の動画は一つもなくて、だからね、検索しても出てこやんし、全然情報がないからどうしようかなって迷ってる。みゆが受けようと思ってる施術は、まずこの目の中を切って、ここにある脂肪を取り出す。まあ、今みゆはこう目で見てポコっていう脂肪はないねんけど、いずれ出てくるであろう中にはあるから、そのクマをもう先に取っちゃって、取ったらへこんじゃうから、そのへこんだ部分に足から取った脂肪を入れる。でもみゆが気にしてるのは色のクマやから、その施術法で色のクマが消えるんかどうかなっていうのも悩んでる。そう、病院で聞いてんけど、色のクマも取れるらしいね。目と皮膚の間に脂肪を入れることで、一枚さ脂肪をかましてるからさ、こう色のクマがさ皮膚にまでさこう映らんっていうな。それはわかんねんけど、ほんまに取れるんっていうのもあるし、取った友達が何人かおんねんけど、ポコっていうのは取れたけど、色のクマはやっぱりちょっとはマシになったかなと思うものの、やっぱりコンシーラーは手放されへんって言ってて、やっぱそうか、やったらする必要あるかなって思って悩んでるな。っていうのもダウンタイムがやっぱり1週間とは言われてるんだけども、長い、やっぱりみんな1ヶ月ぐらいかかってるような気がするから、その施術をしてみゆは色のクマだけしか気になってないのに、それが消えへんかったら団体も打つなりながら、やった意味なくなっていってなるから迷ってるんですよ。でもほんまにこの色のクマだけの施術っていうか、この色のクマだけの YouTube ってほんまに上がってなくて、上がってたら教えてほしいねんけど、どうしようって感じ。みもう一個めちゃくちゃ気になってるのが、クマ取りの施術をしたのにこの辺に色のクマができちゃったっていう方が、エンリケさんも YouTube で上げてるし、ミュウの友達にも一人いて、せっかくクマ取ったのに、ポコってしたクマは取れたものの、色のクマがここじゃなくてこのほっぺたの上らへんとかになんか謎にできてしまって、やらんかったらよかったなっていう動画もエンリケさんが上げてたし、友達も言ってたから、それになったらもう何のためにしたんって感じやん私。でもそれってもう稀な症状って先生とかも予知できひんのかなと思うと、賭けじゃないですか。めっちゃ迷ってんねんな、どうしよう。で、みゆはそのクマ取りと同時に、せっかく足から脂肪吸引するからちょっと多めに取って、このね、デコ、額をきれいく丸くするためにデコとほうれい線をこう目立ちにくくする、クマの部分だけじゃなくてデコにもほうれい線にも脂肪を入れようと思ってて、それはしたいね。せっかくクマ取りするんやったらデコにもほうれい線にも入れたいし、せっかく脂肪吸引してデコとここに入れるんやったらもうクマ取りもしちゃった方がいいんかなっていう意味不明な葛藤が今私を襲っている毎日。みーん。
クマだけでもダウンタイムやばいと思うねんけど、デコにもここにも入れるやん。だから多分もうダウンタイムがエグいと思うねん。ボッコボコに殴られたクローズとかに出てくるような顔。もう目からも血出るらしいし、顔も土偶とアバターのハーフみたいな感じになるらしいんよ。そんなん想像してやばない？だからね、そこまでしてやるべきかなって思ってんねん。色のクマも綺麗に治ったらいいけど、色のクマは消えへんわ。また違った部分に色のクマできてもうたわ。言うたらもうマジで金の無駄やし、メンタルの無駄。みえのリサーチ力不足かもしれないんですけど、色のクマだけのためにこの同じ施術しましたって方とかいらっしゃったら、もうぜひコメントでか、コメントしにくかったらみえのインスタの DM にどうやったかっていう教えてほしいです、切実に。でもさ、あんだけさ有名なエンリケちゃんがマジで知らんかったよかったわって言ってたから、めっちゃ迷う。人の影響力ってすごいね。そのクマもメイクしてたら全然気にならんけど、すっぴんの時にやっぱりガツンって 色グマがあるから透けて見えるな、疲れ顔やなっていうのはちょっと鏡見た時に思うし、こうたまーにすっぴんで YouTube 撮る時に後で見返したら、うわ色のクマすごって思う。まあそれを友達とか彼とか家族とかに言った時に、全く気にならへんと、一回も気にしたことなかったって言われたから、知らんでもいいかなとか思いながら、自分がめちゃくちゃそこをコンプレックスに思ってんねやったら、それは他人が何と言おうと直した方がいいけど、みえが今したい整形の中で一番ダウンタイムが少なく顔もそんなに変わらずできるのがクマやなって思うし、最近 SNS とかでもいっぱいクマの施術が上がってくるからめっちゃ興味もあって、今回クマやってみようかなって思って、カウンセリングまでも行ったね。契約書まで書いて、日付だけまだ決めてないんだけど書いてきたのに迷ってるっていう、本当に根性がないんですけど、でも自分の大事な顔にメス入れねえって、だって私メス入れるのなんてもっと慎重にいろんなこと調べて決断せなあかんなと思って、一回踏みとどまった次第でございます。私はここのクリニックでやりましたっていうのもよかったら教えていただきたいです。ミユが心配してるような色のクマがほっぺたに落ちてくるみたいな感じのことなかったですとかあれば教えていただきたい、切実。でもな、多分な、色のクマ取ったらな、めちゃくちゃすっぴんに自信持てると思う。すっぴんでもボール&ジョーのパールの下地だけ塗っといたらすっぴんでもいけそうな気がするんだよな。耳そんな感じで、まあ、クマ取りめちゃくちゃ迷ってるんですけど、もしやるとなったらカウンセリング風景からその後術後のダウンタイムも全部細かく撮って YouTube アップしようと思うので、楽しみにしててください楽しみにしててください。でもほんまにクマ取りミユみたいに迷ってる子いっぱいおると思うね。インスタでさ、すごい細かくダウンタイムを載ってるところってあんまないから、もしやるとなったらその辺ちゃんとしっかりお届けできるようにこのミユのチャンネルで届けていきたいと思います。それでは皆様、今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もよろしくお願いいたします。ではまた明日、バイバーイ。